ミュージックマスキュラです。ジョージです。ブルータスです。今回はですね、前回ね、ちょっとね、ブルータス君のリズム講座が反響が良かったということで、今回はユニゾン編です。僕最近一人で弾いててつまんないんだよギタリストね、おうち事情もあるし、ライブもないしな。ライブもないし、ライブはあるんだけどね、やってんだけど家で練習するときって結構一人で練習する機会が多いじゃないですか。皆さんも多分多いと思うんですけど、その一人で練習するだけでもいいんですけど、っていうか別にできる、今日の内容も一人ではできるんですけど、できれば人とね、合わせた方が面白いじゃないかっていう、プレイヤーが2人いるとできる協力プレイみたいなやつを今日ちょっとやってみようかなと思います。今日のタイトルは、ユニゾンでございます。はい、僕のソロアルバム聴いてくれたことありますかね。ない人はもうすぐ買ってください今すぐ買ってほしいんですけど僕とブルータスの、ユニゾンパートがめちゃくちゃ存在してます。実はね、めちゃくちゃ難しいことやってんだよね、あれね。そう、ベースはね、常に難しい。常に難しいよね僕が書いた無茶ぶりをいつもブルータスにやってもらってる感じなんですよ。よーく聴いてもらうと、ベースに着目して聴いてもらうと、ギターフレーズと全く同じフレーズをしてますと、で、このね、ユニゾンっていうのがやっぱ面白いんだよ、ね、面白いよね。やっぱ一人でね、弾いてるとどうしても一個でしかできない。だから録音してハモリにするとかでもいいんだけど、でも虚しいじゃん。二人でこう弾いてる時のなんかね、このダブリングした感じっていうのはやっぱどうしても生の人間二人で弾いてないと得られないちょっと面白さっていうのがあって、今日そんな感じなので、ゆるくフレーズをいくつかやってみようかなと思います。ユニゾンするとどんな感じになるかっていう、行ってみましょう。はい、というわけで今日のユニゾン編1個目の内容がですね、ちょっと僕用意したんだけど、こんなのどうかなっていう、普通に単純にそうそこになりますと。むずいね。これむずいよねそう、ちょっとハンマリングにしようか。ハンマリングにするね。ちょっとね、ベーシストにとっては今日の内容むずいかもしれないです一緒にね、やってみてください。ギタリストでもベーシストでもやってほしいんですけど、弦のね、テンションがね、違うからね。そう、ギターだとね、このフレーズってこんな感じで短い場所でできるんだけど、ベースの方見てもらうとなんとねこんな感じで開くんですよ、そう、で、これをベースにずっと同じ箇所でやってもらって、で、僕は動きたいと思います。やっぱ今日はね、僕が楽しいやつなのでベースさんにはずっと守ってもらってやってみたいかなと思います。する時のミソなんですけど、なるべく同じぐらいの実力のプレイヤーでやった方がいいかなっていう今見てもらったら分かる通り、どっちかに必ず差が出ちゃうんですよねユニゾンフレーズってどうしても、やっぱギターとベースって別の楽器なんで、プレイ方法が違うもんね。そもそも無理やりやるってなると、どっちもある程度の水準を超えてないと結構実は難しかったりするんですよ。だからこそちょっとね、バンドメンバーとかで、この中にね、見ていただいてる人の中にバンドやってる人いるかもしれないですけど、バンドメンバーでなんかこういうユニゾンフレーズで合わせてみたりすると、結構ね、そのバンドの実力再認識できたりするじゃないですか、そう、うちのバンドとかはユニゾンフレーズバンバン出てきてて、実はかなり難しいことをいつもライブでバンバンどしどしやってるんですけど、ドラムもベースもバチッと合わせられるんですよ、これってやっぱりすごいなって自分のバンドながらに思うんですけど、そうで、ここもそうだし、だやっぱね、ユニゾンやってると上手くなるよね。そうだね。そう、ブルータスも言ってたんですけど、僕の、そのソロアルバム、
弾いてたら上手くなったっていう。いや間違いない、ね、ハオって曲があるんですけど、ぜひね聞いてみてください。これに出しておくけど僕あのそのソロアルバムにハオって曲があるんですけど、その中でイントロのフレーズフルでハモってるんですよ実は。フルユニゾンだよね。そうあれはね別にやる予定なかったんだけどね。そう最初僕のデモ状態、あのこっちに渡したデモ状態では普通になかったもんね。なったのにを送って戻ってきたら全部ハモってやって、なんだこれと思ってめちゃくちゃね難しいことやってるんですよ。そんなのが入ってるアルバムが発売しますのでぜひぜひぜひ買ってください。ユニゾンしまくってるので、そういうねテクイのが好きな人にはおすすめな1枚となっております。そう今も新曲作ってたりね。あそう新曲作ってて、あのセカンドアルバムに向けて声優動いてますのでお楽しみにしてくださいっていう感じで、じゃあ次2つ目のフレーズいきたいんですけど、うん、今のフレーズはねまあ言うてうちらだったら簡単にできちゃったじゃんっていう感じなんですけど、割ときつかったけどな、割と難しいんだけど一応今の位置づけとしては初級みたいな感じで、別にフレーズはだから何でもいいんですよ、別にペンタトニックでなんかこんなやつ、うんうん、でもいいじゃん、なんかこう適当に1,2,3,4 これに対してなんかこんな感じ の, あの簡単なフレーズでもいいんで、一緒にやるっていうのが結構楽しいんで、うん、で2個目はちょっとねあの面白いことしようかなと思ってまして、ちょっとかなり動きが入ってきます。せっかくねあのやるんだったらめちゃくちゃ動かした方が面白いと思うんで、動くフレーズなんかもやってみようかなと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、そしたら2つ目のフレーズなんですが、ちょっとね中級編ってことで移動するフレーズを用意してみました。まず最初がアドナインス、ギターで言うとアドナインスの場所を使って3小節で一塊っていう、3小節で一塊するように仕上げてます。なんかねいつも人間って2とか4とか8で取るんで、3とかで、ね、一まとまりになってるフレーズっていうのを取るのも結構難しいんですよ。これね前回の普天のメトロノーム、うんうんうん、強化のが結構役に立ちます。ああそうそうそう、なんで前回の見てない人はまだね前回見てください、今週出てると思うんですけどそうそう、あのリズムトレーニングのちょっとねあのさらに発展方法みたいな感じでこの2人プレイでもできますよってとこちょっとお見せしたいんですけど、で帰ってきてそのまま2小節で終わるので絶対で5小節で終わるっていうフレーズになってます、うん、これちょっとね難しいんで実際やってみましょう。はい、ボはい、これが20年来の幼馴染パワーですよ。息が合ってたでしょっていう、そう、あうんの呼吸ってやつですやっぱバンドって大事じゃない、このそうね、あうんの呼吸で合わせるの、うんうんうん、なんかこういう変化球のフレーズで練習しても面白いと思う。そうだね、そう、相手をちょっと惑わすじゃないけど信頼ゲームみたいな感じで、ただずれるとん、あれこの人ちょっと今ずれたんじゃないっていうのがだんだん分かるようになってくるんでね。そうそうそう、そうやってると、ね、そこが面白いよね。そう、目があったりねやっぱりどうしても一人でやってるとここまでできないから、うん、なるべくねなんか人ともしできる機会とか見つけたら、うん、こういうユニゾンフレーズで練習するのもおすすめなんですよ、うんうん、ルーツがね僕らミスタービッグにあるんですけど、うんうんうん、やっぱりユニゾン多いもんね。ユニゾン多いね、ミスタービッグって言ったらもうねもろユニゾンしまくってるから、そういうのもあってユニゾン慣れてるのかもしれないけど、うん、やっぱこういうのやっていかないとどんどんねできないので、そうで、もう一個ね面白いのは例えばこういう臨床じゃないけど逆から行くやつみたいな、僕がやったら例えば下からドレミファソラシドっつって、うんうん、そしたらこっちのブルータスが上からドシラソファミレと下がっていくみたいなやつ、うん、でやってみようか、ちょっとどんなのでしょう、やってみよう。はい、こんな感じで逆からやっても
面白いんじゃないかなと思って。逆にね。逆にして、逆にあの違うフレーズ、反転フレーズ、うん。反転フレーズっていいね。反転フレーズね。あの、術式反転。反転フレーズでやってみても面白いと思うし、ここでできるのが僕とブルータスのバトルみたいな感じのやつ、できるんですよ。どういうことかっていうと、ブルータスにはずっと今のフレーズを守ってもらってて、で、僕がずれてくみたいな練習です。自分の、まあ、前回やったね、あのリズムトレーニング見てくれた人はわかると思うんですけど、自分のタイミングを変える練習の究極形として、自分自身でフレーズの溝を変えてくみたいなのができるようになってくると、さらに応用編になるかなと思って、ちょっとやってみたいと思います。感じで、あのずらしていくんですよ。今もう回数決めてなかったから何回とかもなかったんですけど、まあ回数決めて、こういうね、ずれてく拍子っていうのは必ずどっかしらに戻るポイントがあるんで、うんうんうん、そう戻るポイント決めといてやるといいと思います。そしたら、ちょっとエクストラにはなるんですけど、めちゃくちゃ難しいやつやってみる。最終的にはこうなれますよっていう。やつをちょっとね、お見せできればいいかなと思って。歯をやる？歯をか。激ムズフレーズ。さっきね、名前出しといてやんないのもあれでしょっていう。そう、実際にどんなのやってるかちょっとね、見ていただきたいんで、イントロフレーズだけちょっとやってみたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。これ激ムズでしょ。これは激ムズ。これがあのハオっていう曲でして、我々のこのソロアルバムに入ってますので、ぜひ聴いてみてください。これはむずい。めちゃくちゃむずい。めちゃくちゃ難しいことをやってたんで、すごいね、ポップな感じのキュートな感じのジャケットなんですけどね。かなり私の姉が描いた。あ、そう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 、ブルータス君のお姉ちゃんに描いてもらった可愛い感じのジャケットなんですけど、中身はエグいので、エグい曲が10曲入ってるので、ぜひ聴いてくださいっていう宣伝会になっちゃったっていう感じで、ユンゾーンやってるとこうやってね、人と対話ができるんで、うん、面白いんで、ぜひ皆さんもやってみてください、うん、はい、この動画が面白いなと思いましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。キュラー